ました。星野源さん、お疲れ様でした。はい、さっきラジオで僕のラジオ聞いてくれたって言ってくれまして、逮捕されてなくてよかったです。僕は信じてました。はい、本当に良かったです。今後ともよろしくお願いいたします。そして、2023年4月11日火曜日、この時間は、アナのオールナイトニッポンゼロをお送りしていきます。はい、レギュラー、初回放送から1週間経ちました。もう1週間、反響はね、結構、ちょっと、収拾つかないぐらい、もうめっちゃ言われた周りの人にも聞いたよとか良かったってうるせえと思いながらも嬉しいです。本当にありがとうございます。そして単発の時に芸能人で唯一聞いたよって言ってくれた人がいるんですよ。直接ね、僕実はジョブチューンっていう番組の時に言ってくれたんで、あのちゃんのオールナイトニッポン聞いたよって。それがね、原田泰造さん。原田泰造さんが、あのちゃんのオールナイトニッポン聞いたよって言ってくれて、ジョブチューンの時に。あの単発をって思いながらうまく反応できなくて、なんか、あーみたいな感じで返しちゃった。もう、ありがとうございます。もう言えなかった気がする。その回のジョブちゃんめっちゃ炎上したんですけど。でも、ちょっと、レギュラーの初回タイゾーン、聞いてくれたかな初回。どうなんですかね。でも、なんだろうな。あんまり芸能界の方でラジオ聞いたって言ってくれる人いないから、すごい印象強くて。でも、タイゾーンって、なんか芸能人の中でも一番、なんかプライベートの印象が、ない。つかない。どんな人なんだろう。なんか、僕はちっちゃい子がテレビの人みたいなイメージがあるから、かっちりスーツ着てさ、なんか、普段何食べてさ、どんなインテリアの家に住んでるとかもさ、どんな休日過ごしてるとかもさ、なんか、何を想像してもしっくり来ないの。どんな、僕いっぱいお家作った泰造のために頭の中で。いろんな木造の住宅、木造のお家も作ったし、コンクリートも作った。いろんな、あとなんかインフルエンサーが住んでるような、なんかデザイナーズとかもいっぱい想像したけど、どこにも泰造いなかった。泰造は、泰造知らないの？知らない？みんな知らないですか？タイゾーン。タイゾーン知らないのやばいよ。知らないですかね？あれですよ。What's your name？ っていうやつだよ。知らない？ Be quiet！ って。Be quiet！ って言うの。あれ大好きなんだよ。でもそのタイゾーンさんはそうだから、全然想像つかなくて。で、僕一瞬なんか、テレビ局ですれ違った時も、なんか、ニコって笑ってくれて、うしゃく、めっちゃ優しい人って思ったけど、一瞬すぎて、もう服着てるかもわかんなくて。だから、私服がどんな服かも、僕今、わからない状態。ジョブちゃんの時はスーツで、ネポリーグとか、テレビで見る番組系全部スーツじゃん。あ、それか、裸、葉っぱ体の。で、あとサウナも葉っぱだから、サウナ葉っぱじゃない、サウナ裸だから、だから、私服がないんだよ、タイゾーンには。ネポリーグ、あ、ネポリーグって私服だったかも。ネポリーグ、違う？私服じゃないっけ？私服だったか？スーツか。でも裸がスーツなわけ、絶対。泰造さんのイメージはね。だから、で、細身で高身長だったの、僕がエレベーターすれ違った時は。高身長でしたね。あれ、でも泰造さんだったのかな？なんか、でも、顎が大きかったから、
どうなんだろう。結構泰造さんだったと思うんだけど、一瞬だったマジで。あれはガチ泰造かなと踏んでますけど。でもね、僕情報いろいろね、何調べてるっていうか、事情聴取じゃないですけど、全部明るみにしたくて、知ってることありますよ。僕この家電製品が好きで、デロンギばっかり買ってるの、泰造は。それは知ってる。っていうことしか手がかりはない、ちなみに。で、あとサウナ好き。で、まあ演技も上手ね。っていう感じかな。ちょ、なんでこんな泰造の話してんの？いきなり。もう泰造の話したくないのでちょっとやめます。いいですか？まあまあ、聞いてくれたから嬉しいなと思って、ちょっと泰造さんの話をさせていただきたかったですけど。ちょっとね、手がかりがあったら募集したいので、なんかね、あったら、手がかりあったら言ってください、メールで。ね、泰造さんのリアタイ知ってますか？知っててほしいな。で、3時だから、知ってるじゃない？なんか、あの人多分寝たりもしなそう。なんか、そんな気するじゃんだって。うん、家にベッドなさそうじゃん。なんか、絶対変な人だと思う、僕、タイゾン。ハンガーとかで寝てそう、自分の。そう。かわいい。かわいい。家でずっと立ってるイメージ。立ってそうじゃない？ホリケンさんは逆にもう、今日まともだと思う。ホリケンさんは、でもホリケンさんは僕はめっちゃ話し合うから。だから、ジョブチューンの CM というか、その、カメラが回ってないとこでも永遠に話しかけられて。で、僕も普通にコミュニケーション取ってたから、いや、ホリケンさんは普通になんか、仲間というか、同志な感じあるけど、名倉ちゃんさんだけかな、一番なんか。もう意味わかんないな。こう、わかる？なんかさ、僕はやっぱちょっと、ね、イメージが怖いというか、なんか、おじいちゃんがキレてるみたいな感じだから、あんまり喋ったことない。喋る意味もわかんないし。なんか、おじいちゃんがだから、ゆっくりパイプ椅子で座って、ゆっくりしてるの邪魔できないの。だから、ゆっくりしててくださいと思って話したことはないです。ホリケンさんとタイゾーンさんだけですね。だから、ネプチューンの、話をしてきましたけど、なんで？なんでしてるの？ネプチューンの話。ネプチューンで8分は良くない。良くなくないけど、ちょっとやめさせてもらいます。はい。で、あれですよ。僕、先週はオープニングから命燃やしました。ね、みんな聞いてくれた人はわかると思うんだけども、単発時代はね、前半1時間ずっとあんな感じで、それが、レギュラーだってもったいないから、徐々に、ギアを上げていこうって話してたの。それ、単発の時も、そう言ってたんですよ、みんなあれ。でね、だから、ちょっと徐々にギアを上げていこうって思ってたんですけど、時報なたたたん、あれです。もう、あれもんですよ。いやね、ちょっとね、もっとアーティストらしく、そう、アーティストラジオしようって言ってたんですね、僕は。もっとさ、こう、落ち着いて、いや、なんか最近の出来事を、淡々と話して、落ち着いて、ちょっと、実はこんなに、しっかりした考えを持ってらっしゃるんですよっていうのをアピールする場だと思ってたのに、もう一発目からずっと切れ狂ってしまったという。それはちょっとね、
ダメだなって思うので、ちょっと僕はしっかり落ち着いて喋りたいなと思ってネプチューンの話したんで、それはね、こう汲み取ってくださいね今日は。はい、だからモンクがサブカルの形してフルバーストで喋ってたっていう、いやー、あんなのはバカがやるトランプの大富豪の切り方だから、後半しんどいよ後半しんどいと思うな。いい手があるからってさ、やっぱさ調子乗ってこうバン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 さ、いいの強いさ、いやーもうよくない、なんかすぐいっぱい2とかジョーカーとか出すさ、親戚の子供みたいなプレイングもう後半失速する一方だから、あんなんやっちゃいけないんですよ。はい、革命アンディ・モーリー革命いやもうそう、革命はでもね、いやどうなの、めっちゃ好評だったんですよ逆に。音楽もね、選曲いいみたいな、いいもういいって言わないで。いやだから今日選曲めちゃくちゃ迷いました。前回そうね、いいって言われちゃったから、良くないのを探すのね、一回ね、良くない音楽を一回探す時間あったわ良くない音楽って何って感じですけど、あったの、そのターンが。でもまあ結局は全然良い音楽をかき集めじゃないな、まあ良くない音楽は選んでないので、あのご安心ください、あの選ばれたアーティストさんたちはい、いい音楽を届けますので、はい、っていう感じで。いやでもあんなこと毎週やってたら僕体がバグる、絶対に健康に悪いもん。なんかでもね、入っちゃった僕はあれを、じゃわざとってよりかこう、あれもう、あこれ止まんないぜみたいな、ギアが入った一回ね、あこれ僕絶対言いたいことあるわと思って言っちゃったの。だからそれもね、取り乱しましたけど、今回はね、あの本格的にレギュラーの通常回だと思って、心の健康第一でやっていきましょう。というわけで、今 TikTok 界のナンバーワン姉妹が来日してるらしいです急にね、まあ、こういう感じでね、こういう感じもやれるというか、やっていきましょうという感じで、姉のディクシー・ダミリオさんと妹のチャーリー・ダミリオさん、知ってますみんな、美容系のインフルエンサーで姉妹で2億人のフォロワーがいるらしい。2億 !2 億え ?2 億僕はツイッター80万人、インスタ80万人ぐらいで、TikTok100 万人ぐらいだったもんですけど、2億いやいや、あの200体分200体分だわね。え?どういうこと?2億も人いるの、人間このように、やばくない?だから僕さ、結構インフルエンサーって言われたりもするしさ、結構さインスタに写真載っけたらニュースになったりさ、記事にしてもらったりなんかいろいろ言われるけど、もう日にならない、もう僕なんて雑魚てか、もうてか日本のインフルエンサー割と雑魚の域じゃない？ 2 億ってすごいぞ。世界のインフルエンサーはね、フォロワーが多くなんだなという学びですけど、特に妹の方が圧倒的に人気で、妹が1億5000万フォローされている。え?待って、お兄ちゃんお姉ちゃん全然人気なくない？あ、そんあ、でもお姉ちゃんは5000万、5000万はすごいな、5000万すごいよ、すごいけど、お姉ちゃんじゃない、妹がすごすぎて少なく感じる。妹はインスタも5000万超えてる。すごっ。なんなの?なんで?で、そんな姉妹が日本に来たんだって。何したと思う?なんか最強のインフルエンサーだから、ま、日本来たら京都に行くとかさ、浅草の雷門みたいな、とかあんじゃん、とか、なんか舞妓さんの格好してとかでバズらせに行くのが、まあ、そう。
わしら庶民の想像するものですけど、日本っぽいものにね、すがるんじゃないんですかと思いましたけど、夜に自販機の前で突っ立ってる写真を投稿してましたと。おー、え？自販機？いや、もうだから SNS が奥行く人は逆にこうなのよ。もうそういう映えとか気にしなくて、あえての日常感っていうとこなのかな。あ、でもなんか海外の人のにとっては日本の自動販売機がめっちゃ珍しいんだって。めっちゃ珍しく見えるんだって。海外だと治安的に置いてないの、なんか盗まれたりするから。だからセレブの中で流行ってるそうです。海外セレブが来ては自動販売機の前で写真を撮り、え？だからさ、これ大体こういう海外のさ、なんかトップがやったトレンドって時間かけてさ、日本にも来るじゃん。なんかいつもなんかなんだ、アイスバケツチャレンジとかもさ、なんかあんな意味わかんないじゃん。なんで流行ったのあれ、今考えると。でも一瞬だけ流行ったじゃん。でもあれ日本で流行ったじゃん、海外から来て。だからそのね、流れで夏頃自動販売機行くんじゃない。今年の夏は自動販売機の前が熱い。いやー、ちょっとね、やっちゃおうかな。僕も日本放送にも自動販売機あるし、4階に CM 中に撮ろうかな。いや、じゃあ奥ね、行っちゃおうかなっていう。自販前で奥。いや、なんかびっくり、そんなこともあるんですね。いや、じゃあ先行ってくるわ。奥に行ってきます。ってことで、今週も始めていくよ。アナのオールナイトニッポンゼロ。なんかよくわかんないけど、なんかやっと会えたねって何なの。何やっと会えたねって。何から、数年やってなかったのか、コロナで。そういうこと。え、そこ知らないからさ、やっと会えたねってちょっとキモいけど。まあでもこういうのやるらしいです。で、僕が出演するのは4月23日日曜日15時からの佐久間信行のオールナイトニッポンゼロスペシャルトークショー。はい、場所は日比谷公園です。ヤオンとかがやってるとこだ。佐久間さんからちょっとね、公園に呼び出されちゃいましたね。ドキドキするな、ドキドキするな。いや、なんかさ、直接言えばいいのにさ、日本放送通じてさ、佐久間が呼んでるよ。大丈夫かな、ちょっとドキドキする、もうこんなの。どうしよう、なんかもう一個しかないじゃん、公演に呼ばれるってさ。もう一個しかないもん。大丈夫かな、絶対告られるわ。絶対告られるしか想像できない。やばい、どうしよう。さすがの僕もドキドキする。キャーモンですわ。じゃあ一周散歩してさ、ちょっとベンチ座ろうとか言われるのかな。うわ、待って、マジやばい。いや、だって一瞬でベンチ座ろうとか言われて、ね、今日あったかいねみたいな、なんかなかなか何も言い出さないんじゃないの。なんか沈黙とか絶対あるよね。なんか晴れてよかったねとかさ、どうでもいいこと言い出すんだけど、晴れてよかったね、うーんみたいな、ちょっとラジオどうみたいな、ラジオ聞いたよみたいな、あのちゃんラジオ好きだって伝わってきたよみたいな、なんかそういう雑談から入るんじゃない。ちょっと間が怖くて、なんか枠お隣だね、同じ時間だもんねみたいな。あ、なんか飲む。俺買ってくるから、え、いいよ座ってて、みたいな。え、何飲む。あ、水でいいの、全然ジュース買うよみたいな、っていうやりとりがあって、
なかなか本題がないから、こういうのって絶対。で、スーって、スーってなって、最後、あのさ、僕だけのエンタメになってください。ねえ、って言う。って言われんじゃないの？それしか想像できないよ、僕。これ、やだ！照れちゃうよ。さすがに。さすがに、のぶゆき相手、僕、照れちゃう。やばい、これ聞かないでほしい、お願いだから。やっと会えたねって、そういうことだったの？やばい。いや、こういうことだったのね、やっと会えたねって。だから、佐久間さんと僕が、つながる交流場だったんだ。で、僕が、佐久間さんだけのエンタメになるっていう、告白の場。いや、いや、そうでしょ。違う？だから、ラジオも聞いてくれたって、ラジオで言ってくれてて、あのちゃん、ラジオ好きだなっていうのも、あのちゃんのラジオも好きだなっていうことで、あのちゃんのことが好きってことだったのね、あれは。照れたんだ。照れた今、すんなよ。いやー、もう仲良くしましょうよ。で、何すんの？で、何すんのよ。まあだからそれ冗談ですけど、で、何をするんですか？謎なんですよ。まだ何も決まってなくて。お手柔らかにお願いしますね。ちょっと、僕も何するか怖、わかんない。もうそれだから。やった会えることだけが確実だから。ちょっとね。いや、あちこち踊りだったけどな。こないだ。でもちょっと、なかなかトークすることないから、ぜひみんな来てくださいね。僕が初めてオールナイトニッポンゼロを初めてやったきっかけは佐久間さんのとこの代演としてだったので、ちょっと改めて挨拶しないといけないですよ。あとあちこち踊りの時はほぼ話せなくて、まあ、みんないるからさ、やっぱ、二人だけの空間じゃないとうちらって無理じゃん。だからさ、ちょっと、二人だけで会おうよ。っていう感じで。そういえばね、ちっちゃいカンペ出してきたかもな。あの時。ちょっと、今度会えるねっていうメッセージ、カンペが出てた。あちこち踊りの時。まあ、気がするだけですけど、全然、はい。まあね、収録中だったんで僕も全然、相手できなくてごめんなさい。っていうので、まあでも本当に僕、佐久間さんは、だいぶ早い段階で、ゴッドタンにも出させてもらってるんですね。2016年とか、7年前だよ。7年前に僕、すごい本当に、最初の頃、時を経て、やっと会えたね。やっと会えたね。いや、だから、ほんとお世話になってるんで、まあ、告られるというのは舐めた口絶対聞いちゃいけないんですよ。はい。でもちょっと、会えるの楽しみにしてるんですよ、僕は。まだ入場無料らしいよ、あれ。これ？入場無料だって。みんな来な？ぜひ来てください。なかなか楽しいんじゃないですか、何か知らんけど。はい。ということで、生放送ですので、番組ではラジオを聞いている方からも、メールで参加してもらいたいと思います。リアクション感想メールお待ちしています。受付メールアドレスは、ano@allnightnippon.com、ano@allnightnippon.com、ano で、あのです。ツイッターは、ANN0 でたくさんつぶやいてください。さて、この番組は、ライブ配信アプリのハクノでも、東京千代田区有楽町、日本放送第3スタジオの、ライブ映像とともに同時生配信でお続きしています。こっちか。はい。
で、ハクナのアプリをダウンロードして、オールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで、誰でも簡単に無料で見ることができます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひ、ハクナでもお楽しみください。ってことで、ここで、一曲ゲットもらえたと思います。グループイノで、愛。全国ネットで放送中、アナのオールナイトニッポンゼロ。この時間は AK レーシングがお送りしています。それはたった一本の鋼から始まります。フランスベッドの高密度連続スプリング、そこに編み込むのは健やかな寝姿勢を生み出す技術と快適な眠りであなたを支えたいという思い。眠りから未来を作るフランスベッド。明治。テレビプロデューサーの佐久間信之です。1999年発売の明治フランは、ふんわりとしたチョコレートとサクサクビスケットが特徴の。怖くないからおいで。ほら来た。アナのオールナイトニッポンゼロ。来たねあのです。自販機取ったよ。これ、あ、ツイッターに乗っかってるですからね、もう。はい。すぐ見て。すぐもう、リツイート。いいね。フォロー。高評価。奥これでフォロワー奥行くから。お願いします。あ、じゃあメールを読みます。ラジオネーム、おとといの二日後さん。原田泰造さんですが、代表的なギャグ、原田泰造です。の上の句に、大好物はジャスミンティーというものがあるので、ジャスミンティーが似合うようなおしゃれな家に住んでると思います。おー。まあ、まずまずの手がかりが。ジャスミンティー好きなんだ。あ、じゃあちょっと優雅なね。感じなのか。大好物ジャスミンティーだって。イメージないんだけど。全然。そうなの？本当に？どこ情報？でも、自分で言ってんだもんね。大好物はジャスミンティー。ハーラーと大蔵です。あ、大好き。じゃあちょっとだけイメージ変わった。おしゃれな、優雅なお家に住んでる可能性が増してきました。次、ラジオネーム、ダークレッドさん。原田泰造を語るスレを見ていたら、何それちょっと待って、次進めない。何それ気になりすぎる。本当にある原田泰造を語るスレ。それで、ないよ、多分。原田泰造を語るそれなんてないから、このように。あるの？ごチャンネル的なことですか？あるの？ウケる。じゃ、見たいわ。原田泰造を語るそれ。ちょっと、で、はい。で、原田泰造を語るそれを見ていたら、アンチが。アンチいるの？ちょ、待って、アンチいるの？待って、ちょっと待って。ま、カルチャーショックというか、なんというか、アンチは、いないって絶対に、泰造さんに。泰造にいたらもうなんか終わりだと思う。あんなにいい人なのに。アンチいるの？語るすれもちょっと信じがたいけど、アンチもいるの？いや、ホリケンがいる、ね、アンチいるのわかるよ。ホリケンさんにアンチがいるんだったらわかる、僕も。いや、いるだろうなって、もう、あー、またやってるわ、みたいな感じで思うけど、泰造にはいないって。大ゾーン出ててチャンネル変えるか？変えないよ。マジ？全然進めない。このメールが気になりすぎて。で、原田泰造語るそれを見ていたら、アンチが、顔が古い。顔がでかい。顔が四角いと書き込んでいました。多分それぐらいしか欠点ないです、あの人。いや、これもうアンチじゃなくない？もう叩けてないからな、なんか。嫉妬してるんだよ、絶対。あんだけ、もう、完璧ないい人だから、叩くとこがないから、嫉妬して、顔が古いとか、顔がでかいとか、顔が四角いって言ってんだよ。だって、
顔が古いって何？もう、そもそも。まあ、でも、言わんとしてることはわかる。確かに、顔が、なんか、面積がデカめというか、可愛いじゃん、それが。っていうね。はい。で、ラジオネーム、無知の豚キムチさん。もし佐久間さんから僕だけのエンタメになってくださいと告白されたら、佐久間くんとは友達以上エンタメ未満の関係でいたいのと返すのがいいと思います。返すか。佐久間くんとは友達以上エンタメ未満の関係でいたいの。どうです？エンタメ未満って何？そもそも。え、友達以上なんだ。でも、友達以上は嬉しいね。僕は。できれば。まあ、エンタメ未満ではいたいです。まあ、これいいかもしれない。言われたらね。だからその、スマイルなんとか、やっと会えたねの時に言わせてもらいますので。ぜひ来てください。ほんで、スペシャルウィークのお知らせです。スペシャルウィークのお知らせをさせてくださーい。なんで2回言ったの？僕なんか2回言ったけど、来週4月18日の放送に、記念すべき番組、初ゲストが来てくれます。初だよ。僕、一人でしかラジオ喋ってないじゃないですか、今まで。人見知りを壊さないといいなって感じですけど。この方々です。霜降り明星！霜降り明星です。これがレギュのパワーっしょ。はい。いや、すごくねえか。え、すごくない？金曜一部のオールナイトニッポンを担当する超絶爆売れパーソナリティです。霜降り明星から借金ダイエットとパンプッシュの2人がコンビで深夜3時になんと生登場でやってきてくれるな。来てくれるの3時だよ。いや、マジで多分ダメ元で聞いたっぽいんですけど、オッケー出ますってことで出てくれるんだって。借金ダイエットとパンプッシュの2人が、いや、え、来てくれん？なんかさ、文句言ってこなそうな2人じゃん、いかにも。え、わかんない。いや、なんで俺らが行かなあかんのみたいな、そういうタイプじゃん。でもなんか来てくれるみたいなんで、みんなも温かく見守ってください。でもなんかオールナイトニッポンとしては、霜降り明星がコンビでゲストに来るのはめっちゃ珍しいんだって。なんかユーミンさんの回で一回なんかその変な流れで出たみたいなぐらいで、いや、僕でいいのかなって思ってるんですけど、まあちょっとそんな貴重な生登場が僕のラジオなんでかなって言うと、そのね、まあ、2人とそれぞれの関係性があるんですな。はい。どっちから言う？パンプッシュの方から言う？借金ダイエットから言う？いや、だって借金してダイエットしてるでしょ、あの人。だから、まあ、ちょっと、どうする？どうしますか？何よ、そんな大事なとこではない、ほんで。まあ、じゃあ、借金からいきますね。はい。粗品さんは、まあ、そうですね。あのチャンネルっていう、僕の前にやってた番組があって、それに来てくれたの、最初。2年前ぐらい、2年ちょい前。で、なんかあのダービーっていうゲームとかしたり、あとだからもうみんなね、これは僕の表面上の世間的な代表作とでも言いましょうか。ライトな代表作、小さな貝部分の創業者、作った人だから。あれね、森山のディアゴスティーニとかもめちゃくちゃね、トレンド入ったりしたから、ラビットと水曜日のダウンタウンのドッキリみたいな、あれね、いつまで言われるんだろうね。しかも小さな赤い部分の
が未だに言われるからね。もうグッズ出してる、ラビットが。キーホルダーとかクッションとか。僕あのクッション超欲しいの。だから僕が一生背負う十字架なの、あの地蔵は。でもそれをねちょっと一緒に作って、かもうそのワードをねヒットさせたのは粗品なので、ちょっと来てもらおうっていう鬼バズり。あれはしかも多様性の借金替え歌も出してくれて、それもバズったね。で粗品と僕はバズるのだからそういう仲です。でもう一人のパンプッシュの方はもちろんせいやさんもあのチャンネルで来て、何かなせいやあ、お揃いのトートパック作った薄いなあのプライベートじゃないよ、もちろんプライベートじゃなくて、あのあのチャンネルのなんか企画で一緒に裁縫しようっていうしょうもない企画めちゃくちゃしょうもない。いやせいやさんはもう全然好きじゃない、そういうのできないからやるみたいな。で僕も興味があったからやるみたいなんで、お城のトートバッグと巾着袋作った。だからちょっとそういう中、あ、それが全然バズんなかったバズらないでしょ、バズり目的だったら絶対トートバッグって作んない。いやだからあのそんぐらい。あと中多様性を踊ってくれたりとか、あとなんかイニミニの YouTube でモノマネを披露してくれたりとか。だからパンプッシュと僕が一緒になったらトートバッグができるよっていうことですよ。わかりましたか？だからそれぞれとは関わりはね、持たせていただいてるんですけど、二人同時僕見たことないの。こんなね、あのね、そう、二人コンビだよね。僕コンビの姿一回も、あのね、テレビ局でも互いとはすれ違うの。あ、今日この番組なんだってんですれ違って挨拶してくれるけど、二人では同時なかったから、ちょっとねこれを機にね、二人同時とおしゃべりしたいなって思います。やっと会える、やっと会えたねやばい、やっと会えたね。だからこのねお二人はサスケもね頑張ってるので、その辺も聞いていきたいと思いますよ、話してもらって。いやー、だからその日本放送のさ、でかい的がね来てくれるの嬉しいです、正直。いやだから先輩出すから、そこら辺はでかい的と小さい的。いやだからさ、戦車のパンプッシュの方はさ、でちっちゃいじゃん、的がちっちゃいのに燃えたりすんの。それがさ、何プラダのやつとか意味わかんなくない？意味わかんない燃え方するじゃん。だから的がちっちゃいのにでかい弓が飛んでくる、せいやさんは。だからそのね、ちょっとお二方に来てもらって芝居てもらいたいってことで何をなので来週はぜひリアタイで聞いてください。僕と一緒に踊ろうよ。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。東京ニュース届いてますので読みます。ラジオネーム高橋さん。スペシャルウィークに早速粗品さんとあのちゃんという大きい的の二人が共演するの楽しみです。日本一叩きやすいラジオということで、いろんなヤフーニュースのコメント欄にラジコのリンクを貼っておきますやめろやめてよいやでも本当そうよ、こう大きい的が二人いたらね、叩き放題だからみんないっぱい届くんだぞいやでもじゃあリンク貼らないで勘弁してくださいよ。はい、
次、ラジオネーム、ミケランジョリさん。パンプッシュって何？え、知らんの？俺だけ？知らないの？お前だけだぞ、知らないの。パンプッシュ。パンプッシュはね、じゃあ僕全部言えますよ。その、説明すると、その、ま、声優さんの、なんかよくわかんないチャンネル、YouTube のチャンネルの名前が、言えるかな？全部言いますね、じゃあ。イニミニレカピカレレ、オニメカチカロリポパランパップッシュっていう、チャンネルがあるんですね。それです。それなんです。なんでですかとかわからないので、ちょっと、次回、来てもらった時に、聞きましょうね。はい。ぜひ、レアタイで来週ね、聞いてくださいよ。はい。そして、まあ、だから、先週初回やって、いろんな人に見たって、言ってもらえてね、とてもまあ嬉しかったんですけど、なんかめっちゃね、僕本当にいろんなお仕事をここ、まあ、ずっとね、やってるんですけど、なんかモデルのお仕事もね、ここ最近も多くて、数日あったんですけど、もうめっちゃおしゃれな取材、撮影があったの。なんかね、このブランドどう着こなすかとか言われたり、今日着た、そのアイテムで、どう自分を表現しますかとか、結構ファッションとかブランドに関してこう深く、切り込むインタビューをしていただいて、僕も撮影した後のインタビューで、結構インタビュー自体長くて、でも正直ちょっとモデルモードだったよね。だからいい感じに答えてたの。いや、なんか、このブランドはなんとかで、なんとかやってペラ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 言ってたのね、調子乗って。で、だからおしゃれだよね。本当に、上品なんだよ。そしてインタビュアーさんが。マダム。なんかもうマダムって感じ。で、全身すごいなんか黒ずくめで。もう、なんか、尖ったね、靴履いてて。マダム一人と、あとなんか若い。なんか、ツワイスとかにいそうな、おしゃれな。ね、おしゃれ好きなんだろうな、みたいな方にインタビュー受けてて。で、でもほんとずっとなんか、そういうファッションについて聞かれてたら、急になんか、魔法使えるならどんな魔法を使いたいって言われて、いや、急にどうしたって思って、疲れたかみたいな。いや、なんか結構長かったからさ、ま、とか聞くことないのかなみたいな、なくなっちゃったのかなとか思ったり、ま、なくなったのはもうやめたらいいのになって思ったけど、でもなんかね、いきなりそんなこと聞いてる、来られて、僕も急に言われるとさ、やっぱ思ったことしか言えないから、すごい。だからそのおしゃれなインタビューの内容なのに、まあ聞かれて、いや、嫌いなやつ抹殺したいですみたいな言っちゃったのよ。もう絶対乗らないの分かってるよ。けどね、まあで急に言われたから本音しか言えないじゃん。で言ったら、おほほほほ、オールナイトニッポン聞いてるみたいみたいな言われて、いや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 、そんないじり方ある？めちゃめちゃさ、いや、あんまりだよ。ちょっとさ、そのいじりはさ、いやいや、そんなつもりないし、いや、なんかなんでかなと思って、その抹殺したいですとか嫌いなやつとかそういう、ちょっと急にまあ僕もトゲのある言葉を言っちゃったからかわかんないけど、いや、ちょっとね、あ、早速すごいいじられてるな、みたいな。で、しまいには、私にも番号つけてくださいって言われて。まあ、先週そういう流れあったんですよ。刑務所ラジオって言われて。なんかラジオネームとか、その、まあ、それこそ、フワちゃん、スシナ、僕とかみたいに、芸名でやってる人は、いずれ逮捕されてもいいように芸名でやってるって僕が思ってるので、それで、ラジオネームでしょ、リスナーさんも。だからね、刑務所ラジオみたいなのあったんですけど。いや、その、でも、一回しかやってないじゃん。まだ初回一回。その、一回しかやってないのに、その、リトルトゥースみたいなさ、ノリで、そんなさ、いじれるぐらいのじゃないよ。その、嘘すぎる。いや、だからね、あ、こんなおしゃれな人たちも、この、オールナイトニッポンゼロを聞いてくれてるんだなって思ったけど、結構もうなんか、僕が言う、その、そういう本音というか、結構、
ねえ、まどろみ？まどろ、なんて、あれまどろみじゃん。なんか、どろみ？どろみのある言葉は、なんか、あ、イコールオールナイトニッポンゼロみたいになってるんだなっていうね、感じて。しかもなんか、その人友達も、なんかそれが今、唯一の楽しみ。これしか楽しみがないですみたいに言ってて。いや、もうまだ一回しかやってない。嘘つけ！なわけねえから。絶対に。そんなわけがないから。いや、嘘ついてんなーとか思いながらも、まあ、本音だったら嬉しいですけど、こんなラジオ楽しみがこれしかないってもう終わってるよ、お前の人生は、って思いますから。いや、だから、ちょっとね、いや、嬉しいと同時にね、怖いね。だから、オールナイトニッポンみたいってさ、もう、いや、言われるのかなっていうのが、この先、それちょっと怖いの。なんか、そんな、てか、適当じゃない？なんか、マジで。なんか、なんかさ、オールナイト感出してくださいとかさ、言われんのかな？めちゃくちゃ嫌なんだけど、あの感じでちょっと一発もらっていいですかとかさ、え、絶対あるわ、僕、もう、絶対わかる。これマジ絶対あるわ。絶対あります、この流れ。絶対ある、そのノリ。だる！いや、だる。いや、あるよ。僕は分かりますから、こういうの。だいたいね、こういうの全部乗っかって乗っかってやってくるのがね、嫌な大人ですから。そう。台本にカッコ、オールナイトニッポンの感じで。あ、見えました。はい。ありますね。それが書いてあったら僕喋りません。はい。やめてください。そんなん言われた僕ね、めちゃくちゃ、天の弱なんですよ。はい。天の弱なんで、そういうの言われると全部無視するんで、はい。よろしくお願いします。はい。でね、ま、ここで一曲。実は僕、バンドアイズっていうのも、やってて、知ってますか？僕、ソロでアノっていうね、アーティストやってるんですけど、もう一つバンドでアイズっていうのもやってて、まあね、最近ね、ライブでした。はい。久々に大阪でライブやったんですけど、まあそれはね、普通にやって。でもこれ、オールスター感謝祭の日と同じ日だったんですけど、誘っていただいてたの。けどライブがね、先に決まってたので、出れなかったんですけど、僕あれ、今回からさ、前回ね、出たんだっけ？今回からさ、スタジオみんな一緒じゃん。前回別々だったんだけど。で、一緒で、なんか、赤坂マラソン復活したらしいじゃん。いや、出たかったかもしれんと思って。赤坂マラソン爆走して1位見えた。心臓破りの坂。心臓破りの坂したい。めちゃくちゃ、めちゃくちゃミーハーっていう。いや、でも一回ぐらいさ、心臓破りのさ、坂登ってさ、ワイナイナーバグ抜きでしょ。ワイナイナーバグ抜きだからね。ワイナイナーに勝つことしか考えてないから。ソニックみたいに、爆走して。絶対無理なのよ。絶対無理。まあでもね、それでもライブはね、大阪でのタイパンであったんですけども、まあ普通に、ね、血まみれで終わりました。血まみれになって帰ってきたというね、なかなかハードなバンドをやってるので、ぜひね、アイズの方も知っていただけたらね、嬉しいかなっていう。まあね、どうして血が出たっていうのは、まあギターにね、引っかかっちゃって、っていうの僕暴れすぎてちょっとあんま記憶がないんですけど、もうなんかもうむちゃくちゃになっちゃって、もうなんかむちゃくちゃだったその日で、なんか僕がぶら下げてた刃物があったんですけど、あ、刃物違う刃物じゃないよ、刃物じゃなくて、なんかま、鋭利な尖ったやつがをぶら下げてたの、僕。首から。で、それが、手にぶっ刺さって。で、途中、記憶がなかったんだけど、後から思い出した。それを、ぐにゃぐにゃぐにゃって抜いたの覚えてんの。で、血がブシャーって出て。それを、覚えてたから、
なんで、そういうバンドです。あの、スリップノットとかみたいな感じじゃないよ。あの、勘違いしないでもらえる。あの、トゲトゲのやつ色みたいな、スリップノットではないので。はい。あの、僕と家がそういうなんか変なテンションなバンドなんで、はい。そういうバンドなので、ぜひ、ね、おしみりおきを、極めるとぜ合図で、合図で僕に入る。それではこちらのコーナーに参りましょう。生きるのクソ下手。あのは生きるのクソ下手。財布はすぐなくすし、ウーバーイーツでミートボール頼もうとしたら間違えてオートミール頼んじゃうし、服もシワシワ。このコーナーではそんな僕みたいな生きるのがクソ下手っぴな君たちに、一人じゃないよと言いたいコーナーです。じゃあ紹介していきます。ラジオネームポーションさん。4月からの職場、仕事できなさすぎて一番波風立たないクビになり方ばっかり考えてる。波風立たないクビになり方ね。いやーもう早いよ、まだ4月だよ。できないか仕事で、4月だからこそ仕事ができないのは当たり前なんじゃないでしょうか。はい、これからね、ちょっとずつ頑張ればいいんですけど、まあ、首の方も視野に入れて。はい。悲しくなるの。仕事するだけじゃないからね、人生は。はい。ラジオネーム、エボルブさん。アマゾンで買い物したら、宅配ボックスがいっぱいで入れられませんでしたっていう紙入ってて、宅配ボックス見たら、自分が頼んだ商品でいっぱいになってた。めっちゃわかるわ、これ。めっちゃわかる、これ。ねえ。これ自分ので全部占領して、すごく申し訳なくなんだよね。他の、あの、家の人とか。誰だよってなんだよね。一回、その、あの、宅配ボックスがいっぱいで入れれませんでしたの紙を見たとき。うわ、なんなの？誰だよ？早く取り出せよみたいな、思う、イライラしながら、宅配ボックス行ったら全部自分だった。宅配ボックスは人をダメにする。すごくわかるな。ラジオネームしなしなさん。良かれと思って口開けるタイミング、歯医者さんと全然合わない。いやー、そうな、これもわかるわ。全然合わないの。口開けようと思ったらさ、なんか全然別のことしてたりで、今開けようかなと思ってたらなんか、はい開けてくださいとか先に言われちゃったり、あのなんか合わなさ、なんなんだろう。歯医者さんと合わない、つらつらいね。ラジオネームマエストローさん。セブンのレジ、タッチパネルで支払う方法を選ぶシステム忘れて、毎回クイックペイでって言ってる。あー、セブンはね、そうなんよ、タッチパネルなんですよ。あれ、自分で押すシステム。確かにあれちょっとね、タクシーとかもそうなんだけど。なんかタクシーさ、画面出るやつがね、何のタクシーかなあって。けど、逆にクイックペイでって言わないとダメなのよ。画面にあの、ちゃんとなんか IC カードとかいろんな決済ボタンはあんのに、押そうとすると、なんか、え、どれですかって言われて。え、押そうと思ってんだけどと思いながら、こっち的には喋りたくないからタッチパネルありがてんですけど、そしたら、え、何か言ってくださいみたいな、そこ使えないんで、みたいな言われて。じゃあ、クイックペイで、とか言って。無事むずい、だったら出すなよ、とか思っちゃうんですよね。はい。ラジオネーム、よもぎもちさん。人見知りすぎて、美容師のトークが耐えられず、やめてくださいと叫んで耳を塞いだ。でもわかる、美容師のトークマジできつい。あの、ごめんなさい、美容師さんの方いたけど、僕はあのトークがほんと耐えられない。でも、今日は休みなんですかとか、この後お出かけですかとか、やめてくださいってなるわな。まあ、僕叫んだことない。この山形さんは叫んでるから相当だよ。生きづらいね。いやでもめっちゃわかる。なんか職業何ですかとか聞かれた時もう僕、いや、アパレルやってますとか、ゲームセンターで働いてますとか、超嘘つくから。え、嘘つきたくないのに、
でもさ、言うの嫌なんでさ、あ、ちょっとアーティストやってってとか言わない、とてもじゃないと言えないじゃん。だから結果嘘つくことになっちゃって、すごくね、嫌だなとか思ったりするんだな。はい、ラジオネームトロッコ鉄道さん、目薬のエイムずれて耳濡れてるいやいやそれ不器用って言うんですよいや確かに目薬のねエイムは確かにむずいかもしれん。いやね、耳にね濡れるの嫌だね。めちゃくちゃ不器用ですね。それある意味生きづらい。それはクソ下手ですね。ラジオネームサンドバッグボーイさん、カーテンもレースも竹足りないから、座ってたらリビングから街の様子が見えるめっちゃいいじゃんだって座ってたら街の様子見えるんでしょ。めちゃくちゃいいじゃん。でもカーテンのさ、レール足りないのさ、買っちゃうよね。僕もね、僕何寸法できない。カーテンとかの長さを測れないタイプの人間だから、いつも勘で買ってます。全然違う、大体外れる。でも勘で買ってそのままにしちゃう。でも当たった時とかすごくね、なんか誇らしいよ。そんなね、適当に生きてしまうね。なんかできないことが多すぎて、なんかやっぱカーテンって高学歴しか扱えないんですよ。はい、あれって結構むずいのね。なんかなんか両開きだかなんだかとか言うてるから、嫌なのあれ。もう考えるだけでしんどくなってきた。国立出てないと無理、あれはもうあれは無理だって、めっちゃむずいもん。だからわかります。はい、ラジオネーム大冒険さん、サンボマスター心に響かないやばい、それは生きづらいわ。だってあんなに熱くて、あんなのもうみんな心震えるよ。それが響かないんだもん。相当相当だよ。そりゃあ多分ね、サンボマスターでダメだった他のね曲なんて一切響かない。いや、ラジオがあってよかったね、本当に。ね、サンボマスターにね、ないものがラジオにはあるから。ラジオ、大好きということで。ということでね、今夜のクソヘタは以上。引き続き、生きるのクソヘタ、人生エアポの君からメールを待っています。受付メールアドレスは、ano@allnightnippon.com ano@allnightnippon.com ano で ano です。懸命にクソヘタと書いて送ってください。世界には君以外には誰も歩むことのできない唯一の道がある。その道はどこに行き着くのかと問うてはならない。ひたすら進め、ニーチェ。たのはくるりで春風でした。せーの、お知らせまたいや、20分に1回ぐらいしてない、今日お知らせ多いですよ。まあいいことなんでね。はい、じゃあレギュラーコーナー、生きるのクソヘタ、先ほど無事産声を上げ本格的にスタートしたわけですが、来週からこのコーナーにとある企業さんがコラボしてくれることになりました。お？さっき生まれたコーナーにもうコラボ相手？どういうこと？もう決まってんの？期待の大型新人なのかな？どうなんでしょう？何にせよ、非常に幸先いいスタート切れております。感謝感激です。てくってて、気になるコラボ相手の企業を発表します。au！僕が天のじゃことしてサンタロウシリーズの応援割のテレビ CM に出ているってことで、au さんがコラボしてくれることになりました。勝ち組ですね、アザス。はい、ちょっとアザスですね。アザスなので、ちょっとセリフ言っときますか。いや、言っていいんすか？ちょっと。若いでまとめないでください。これもね、ちょっと的を大きくする、いい感じの、とってもいい CM だったので、はい。それが、コラボ
どんなコラボをするかというと、生きるのクソ下手の中で生まれたメールが、あの出演の au 応援終わりのラジオ CM の一部に使われます。あなたのクソ下手な生き方が、なんと肯定される時が来ましたよ。やったね、みんな。いや、嬉しいですね。ついに僕らの時代ですね。期待は、じゃ、期間は、来週4月18日から再来週4月25日の放送まで。ってことでね、この2週間はね、結構気合い入れて、腕マッチョになるぐらいまで、メール書いてください、どしどしと。ただね、ちょっと一点だけ、そのラジオ CM に採用されようと思ってメール書くのもね、結構しんどくなっちゃうと思うので、あんまり気にせずね、普通に送ってください。まあ、ぶっちゃけさっき始まったコーナーなんで、全然気楽に肩の力を置いてマッチョになろうっていう方法です。なので、あとはね、こっちがなんとかしとくからよ。な。だからもう泣くな。ほらね、とりあえず立とう。みんな見てるからさ。はい。ってことで、メールたくさんちょうだいね。受付メールアドレスは、@allnightnippon.com @allnightnippon.com ANO であのです。懸命にクソヘタと書いて送ってください。これさっきも言った！